どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、本当にあった怖い話ということで、この間あった話なんだけど、1月上旬、アニメ妖怪学園 Y の考察動画をちょうど作り終わってアップして、お腹すいたしコンビニ行こうかなと思って、夜の7時、8時ぐらい。1月の夜ってめっちゃ暗いし、寒いよね。最近もうなんか0度前後やん。外めっちゃ寒くて0度前後やんか。ほいコンビニに向かって歩いてたわけよ。そしたらさ、その、草むらのところになんかあるなと思ってて、道歩いてたら草むらになんかあるのよく見たら、二度見ぐらいしたらおじいさんが倒れてんねんよね、みたいな、おじいさん倒れてんだよみたいな、どうすんのみたいな。最初なんかさ死んでんのかなと思って、全然動いてないしみたいな、どうしたらいいどうしたらいいみたいな、これは救急車呼ぶべきなんかなみたいな。なんか人が倒れてるのってあんまり見たことなくてさ、高校の時になんか授業中先生がいきなり倒れたりとかはあるけどさ、あんま人が倒れてんのって見たことないよねと。これこう近づいて大丈夫なんかなみたいな。なんかよくさニュースとかでなんか人が倒れてて助けようとした人を逆にこう刺したみたいな、ナイフかなんか持っててさ助けようとしている人を襲うみたいなニュース見たことあったからさ、それも怖いしみたいな。しかもこのご時世ウイルスとかも怖いやんね。新型コロナになんか感染して倒れてんのかもわからへんし、それかなんか病気かなんか脳の血管が切れて倒れてんのかなみたいな。自分の祖父もさ畑仕事行った時になんかその脳の血管切れて倒れて、でそのまま植物人間になって死んでしまったみたいなのあるからさ、怖いな思って近づけへんな思って、とりあえずちょっとこう離れた状態で1メーターぐらい離れた状態で大丈夫っすかみたいな、めっちゃこう声を張って聞き取ったんやけど、全然反応がないんよね。死んでんのかみたいな。で何回かこう声かけてて、大丈夫っすか大丈夫っすかみたいな感じで声かけてたら、ちょっと動き始めたよね。生きとるわみたいな。意識失ってるわけじゃなさそう。動いとるぞと。大丈夫っすかみたいな。何回かこう声かけてたら、なんか右手上げとんのよね。それはどういうことみたいな。なんか喋ってるけど、大丈夫ってなんか言うてそうな、そんな感じだよね。手を上げて、わしは大丈夫やから、みたいな感じでやっとんやけど、いや、さっき倒れてたし、みたいな。なんか喋ってるけど、しどろもどろというか、わしは大丈夫やから、気にせんといてくれ、的なことを言うてんのよ。すまんすまん、みたいな感じなんかな。わからんけど、その手でなんかそう伝えてるわけよ。ほんなら大丈夫か。ほな大丈夫か、思ってこうコンビニに行ったわけよね。セブンイレブンで美味しいものいろいろあるんだけど、個人的に好きなのが、麻婆豆腐丼、かな。麻婆豆腐丼セブンのやつ美味しいよね。結構リニューアルしてて、買うものを選びながら半分おじいさん半分麻婆豆腐丼みたいな感じ。大丈夫言うてたからもう帰ったわなーと思って、最初うつ伏せで倒れてて、でもなんかこうちゃんと立とうとしないみたいな、大丈夫もう帰ったかなーとか思いながら買い物済ませて、で自分家向かって帰ってたわけ、ね、コンビニとお家そんな離れてないからすぐ着くんやけど、でおじいさんが倒れてたところに行ってみたら、まだおるみたいな。なんかまだ立ってないんだよね。なんちゅう足でも骨折してんのかなみたいな。なんで立たへんのみたいな。言うてみたら生まれたての小鹿みたいな、立とうとしてるけど立てれないみたいな感じ。大丈夫っすかみたいな、また声かけてさ。なんか家もその辺近くみたいなよね。知らん人やし、ちゃんと喋れそうでもないし、あんまりこう近づくのも怖いし、なんか大丈夫みたいなこと言うてるから、とりあえず自分家帰ったね。どうしよう大丈夫かみたいな。これほっといてさ、次の日死体になってたりしたらめっちゃ怖いしなとか思って、とりあえずコンビニの荷物を置いてまたちょっと様子見に行ったわけよね。その時の動画がこちら。立ってないよねみたいな。立とうとしてるけど立ってないんだよね。どういうことみたいな。なんか探しもしてるわけでもなさそうだし、なんか足が悪くて立てないのかな。どういう状態でさ、お家帰ってきてちょっと彼女に電話したよ。そしたら切られるみたいな。出てくれみたいな。後から聞いた話なんかこう手が滑って電話してきたと思ったとか言ってたけど、そんなんじゃないから。で、もうどないしようかな。もうこれは警察かなみたいな。自分で対処できないときはもう警察だよな。Y 学園でもそうだよね。学園ポリスがおって、そのトラブルとかを解決してくれる。Y 学園高等部編でもさ、寸戦組がおったりとか、スサノ君がその治安の維持をしてくれてんやと思うけど、なんか電話すんのもあれやなと思って、近所に交番があるから行くことにしたよね。めっちゃ寒いよ。夜の8時ぐらい、自転車めっちゃくちゃ寒いけど、
とりあえずじいさん心配やしと思って警察行ったわけよね。人誰もおらへんけど、こう扉開けたらカンカンカンみたいになるやんか。それになんか中からドバッとこう 2,3 人警察の人出てきてさ、おったんやみたいな、どうしましたかみたいな聞いてきて、ちょっとパニックってたけど、なんかおじいさんが倒れてみたいな、いつですかみたいな、いやさっきみたいな、声かけたらなんか動き出して、でも立てそうじゃなくてみたいな、血は出てましたかみたいな、いや血は出てなかったんですけど立たないんですよねみたいな、なんか警官曰くこの時期多いんですよねみたいな言うてて、そうなんみたいな、迷子になってその辺さまよって歩いてるおじいさんとかおばあさんが多分この時期おるんかな、知らんけどこの時期多いみたいな言ってて、まあ、確かになんかこうツイッターとかでもさ、行方不明になった親族がボケててかなんかで行方不明になったみたいな見たことあるし、そのケースかなとかで、届けで言うんですかね、自分の名前とか住所とか全部こう書かされて、であとはお願いしますみたいな言うて、で警官二人がまあ行ってくれて、もうこれで大丈夫かなー思って、でお家帰って麻婆豆腐丼食べてたよね。そしたらもうしばらくして2、30分してかな、あの警察の人から電話かかってきたよね。あの届けで書くときにさ、事後報告受けますかみたいな聞かれるんよね。で一応くださいみたいな言うたら連絡してきてくれて、無事お家まで届けましたみたいな、あよかったみたいな、なんかどうも酔ってたみたいなね、酔っとったんかいと酔ってて立てなかったいうことなんやね。まあ、失礼な話妖怪よね。警察の人のなんか説明もなんかよう聞こえんかったんやけど、ただ常駐でなんかまた見かけたら声かけてあげてくださいねみたいな、常駐全集中常駐わからんけど、なんか炭治郎とかもさ、全集中の常駐、常に全集中する状態みたいなやつ、常駐じゃなくて多分それは常習って言ってたんかもしれないよね。普段から、お酒酔って、その辺におるんかもしれないよね。もう一個さ、じいさんの動画があるんだけど、それがこちらね。座っとる。ほな、大丈夫かみたいな。まあ、少子高齢化やからさ、年寄りも今後いっぱい増えてきて、こういう事故とか事件とかあるかもしれないけど、やっぱりもう、怖なったら救急車とか警察に電話した方がええわな。まあ、とりあえず何事もなくてよかったなと、マジやばいでしょって話なんだよね。